が高校3年になった今でも久しぶりに会った人にはゴリラ今までというか現在進行形ですが、その事実というかそれ自体を知っている人の記憶を流したいということで、これはきついな。街で会ったをゴリラって言われるんですよ。これはきついわ。全力でやっちゃったがゆえに。やったんやな。まあ自業自得ですけど、でもまあ逆に言うと小学校の時はもう大ヒーローでしょうね、これね。すごいみたいな。ちなみにね、女性の方ですからこれ。そうなんだ。これあれやで、街でたまに会ったりするでしょ。なんか久しぶりの同級生とかに、あ、ゴリラって言われるんですよ。言われる。これも間違って動物園とかで会ってごらんなさい。ややこしいことになりますから。キリンですよ今はって言われたりします。ここ檻はキリンの檻の前なのにゴリラゴリラ言われて、そんなことになります。あだ名なんかない？言われたことある昔？あだ名、うん、あだ名私リンゴちゃんって言われた。リンゴちゃんすごいあだ名。なんかね顔がね、うん、赤かったんだと思う。それでかほっぺが真っ赤だから、お姉ちゃんリンゴちゃんだねみたいな。すげえな、うん、俺なんかもうちょっと痩せすぎてたからスケルトンって言われた。一瞬ついちゃってさ骸骨みたいな。何そんな面白いの子供の頃から。ちょうどあの当時流行ったのよ、スケルトン仕様のものが。何でも透けてるさ、ファミコンのカセットとかそういうの流行ったわけ。それでスケルトンでどういう意味って調べて、骸骨みたいな、お前痩せてなスケルトンっていうあだ名にしばらくなった。泊まっているところのロビーで友達が新聞を読んでいたので、うん、脅かしてみると、なんと全く知らない人でした、うん、この新聞読みますと言われ、その後は顔を真っ赤にして部屋に戻りました。今では笑える話です。いやもうこれ恥ずかしいね。これやるわ、これに近いことよくやるわ。おどう、なんか割とやるわ、気まずい人生だね。俺結構面白いことやるよ、うん、エレベーターで歌っちゃって、うん、めっちゃ見られるとか、鼻歌レベルじゃないの、めっちゃガン歌いしてる時とか。エレベーターってあの、うん、ボックス状のやつのことよね。ボックス状、え、それはエスカレーターと間違っているかな。私ね、うん、ちょっと曖昧なんです。曖昧なのね、あそこがね。わかるよその気持ち。で僕もね36ぐらいの時にね解明したから大丈夫。マジで、もうちょっとかかるから頑張って。わかった、うん、大丈夫だ。え、あのボックスの中で自分一人じゃないって分かってるのに大声で、いや一人の時に歌うわけ、うんうん、でちょっと鏡とかあったりすると、うん、なんかこう歌ったりするわけ。わかります。オンステージ感あるね。オンステージ感あるから、うんうん、綺麗なやつあるじゃん、うん、もうキラキラしてるやつとか、あるあるある、あれとかちょっと歌っちゃうわけ、うんうん、でなんか曲が流れたりするやつもあるじゃん、あるね、とかに合わせてオリジナルソングとか歌ってみたりするわけ、うん、そうするとチーンって開いてうわーってなるんです。それでよりによってまた結構乗ってきたりなんかして、ふんふんふんみたいになる。ご機嫌だね。ご機嫌ですね。ご機嫌、常にご機嫌なんで僕ね。いいことですよ。あの、うん、後日うちの母からメールが来た時に、おうおうラジオ聞きましたよ、うん、マジでおかんから来たん。超恥ずかしかった。マジか。おかんすごいやん。あのね、うん、なんかどうやって聞いたのって感じ、聞き方分かったのって感じ、すごいね。だからおーってなって動揺して、ちょっとまだ返信してないね。すげー、なんかどうしていいか分かんないと思って。聞いてる、ね、お母さん。あ、聞いてる、多分2回目も聞いてる。聞いてる、お母さんいつもあのお世話になっております。どうも、ありがとうございます。私鈴村健一と申しまして、お世話になっております。もうあの長いお付き合いでしてね、もう10年ほどになるんですけどね。はい、見てたよ、だから。娘さん元気でやってらっしゃいますよ。あ、見てたか。見てたよ。ずっと見てたか。そうですか。あの鈴村さんに、うん、聞きたいことがあるんですよ。食ってる人にいきなり質問で、うん、本読み出したし、うん、食ってるのにね、まあ、はい、聞こえてるから、はい、割とベタなことをガンガン聞いてくんでよろしくお願いします。嫌です。鈴村さん、はい、鈴村さんの年収は、うん、ですね、ベタかこの人。そうだな、年収で言うと、そうだな、まあ毎日中古車買えるぐらいあるね。わーい、毎日買える、ね、マジっすか。毎日で買える、ね、マジっすか。チャリンチャリンじゃないですか。ちょっと待って、すごい俺はびっくりだよ、ほんと。
なんで引くの？困ってんだよ。お前さ、ちょっとちゃんと振ったらやりきれよ。そうそう、俺ダメみたいに なるのやめよ。なんですよ。ちょっと本気出すわ。じゃあちょ漫画とか読んでる場合じゃん、お前ちょっと許せへんぞ、お前。ちゃんとやろう。よしよし、ちょっと向き合うぞ、やろうやろう。毎日どうしたい？毎日車のパーツを買い足して、それ引っ張るの？最終的にこう車が出来上がるとか。そこに鉱脈はないの？デアゴスティーニみたいなやつ。いいの、次の話題行く。じゃあ、鈴村さんの股間が常にパンパンなので、はいはいはい、ガクトのように何かプロテクターでも入っているんですかっていうのなんですけど。まあ、入ってますね。おー、どのような、今も。そうですね。形としては、みんなにちょっと伝わりやすく言うと、中古車ぐらいの感じですね。つけたままお風呂に入ったことがあるって本当ですか？ありますね。失敗してるじゃないか。夏場蒸れて、それが引っ張るんだ。ちゃんとした質問いきます。ベタベタ1。やめればよかったな。起きたで印象的なエピソードやセリフはって、まあどうせ全部なんですけども。あのさ、なんでその、こう急に普通のになるの？はい。さっきのと全然違うでしょ？ね。大やけどスタートにね。本当だよ。玉パッドの次に、いや、普通にまとまらないですよね。ベタなら。本当ベタな質問で。はい。何ですって？印象的なセリフとかありますか？エピソードとかね。いろいろですよ。そうですよね。みんなで決めればいいじゃないですか。そうですね。ところだと。なんだよ、これ。何しても空気悪いよ。残念ながら、鈴村さんの意見に同意するんですよね。わかった。どれって言ったらもうそれしかないみたいなのになっちゃう。みんなの心の中にある。そりゃそうだけど。まあ、でも言うのが大人でしょ？ラジオでしょ？最近だとっていう。最近あったこと。最近？最近出てねえんだ。ずっと呼ばれねえんだもん。ほら、収録日ちょっとお休みみたいな感じになっちゃってて。大惨事、大惨事。だから、なんか、うんこしろですよ。ああ。やっぱりそこなんだ。やっぱり、まあまあまあ。いろんなとこ言ってますけど。だって、うんこしろってセリフ、もう夢でしたからね、僕はね。ドリフ世代ですから。もう、言いたくて言いたくて仕方なかったです。これが公共の電波に乗ったんだからね。乗りました。素晴らしいと思う。うんこしろのセリフの一番いいとこは、ちょっと最初の方は静かに言うとこです。台本も、しろって書いてある。てんてんてん、しろって書いてある。あって言われたら。うんこしろって。あれいいですね。あれは。二回言うところ。三つ目のテーマは、いつもド S な沖田が言った意外な一言とは？極上のド S キャラ沖田ですが、そんな沖田が一体どんなことを言ったのか、こちらは鈴村くんに紹介していただきましょう。ここで銀魂らしさの帳尻が合うわけですね。もう最終的にもうね、知りさえ合ってれば。なるほど、なるほど、分かってきたぞ。じゃあやってみましょうか。はい。ラジオネーム白玉さんからいただきました。ド S な沖田の意外な一言とは？シャンパンの線抜く係、変わってください。あれも技術いりますよ。これ、さ、ここ難しいな。難しいですよ。要するに、シャンパンの線を抜く係を変わるってことは、抜くときに誰かに向けるみたいなことでしょ？バーンってぶつけるわけですよ。そういうことでしょ？ちゃんとやっていこう。わかりました。次、全力で。次、頑張ろう。次、もう頑張ろう。はい、じゃあ次は、ラジオネーム、ひかべみかんさんからいただきました。ド S な沖田の意外な一言とは？虫歯を削り終わるまで、ずっと手握っててください。意外だ。意外だ。意外だ。今俺気づいたんだ。気づいた。今気づいた。これ意外な一言だ。意外な一言。だからさっきの3番も怖いんだよ。怖いんだ。抜くのが怖いんだ。そうです。今完璧、完璧刺された。意外だって、これ。ほら。意外。だから俺頑張ってるけど、外の人は何言ってるんだろうな。そういう感じになってた。そこに気づきましたか。俺だけだ。何気づきましたか。勘違いしてたの。意外だった。意外、意外。S なのにね。空気が。そしたら鈴村さんは自分をいたぶり始めるっていうね。もうだんだん行けばいいよ。だんだん行けばいいよ。S ね。次行こうね。次行こうね。ラジオネーム、浦木さんからいただきました。ド S の沖田の意外な一言とは？ちょ、なんだよ、母さん。ノックぐらいしろよな。S なのにね。ね。親には弱いんですよ。ビクビクしちゃうんだろうね。親にはビクビクしてるんですよ。何してたんだろうね。いろいろビクビクしてたんですよ。してたんだろうね。まだ子供だってことだよね。そうですね。いやー、まだね、あんな、そういう、ね、やつなのにね。撃ったりね、すんのにね、あいつね。なんか老人みたいな人がいるね。ちょい外れ、それ、あれって。マジびっくりした俺も。ちょい外だわ。なんで東幹久みたいな感じだったんですか。東幹久ってどんなだっけ。これは、ちょっと俺は、大やけどだな。ね。これは、すごいわ。大惨事っていう。大惨事だね。もうほんと怖い。はい。